はい、ウイママに揉まれてどうだった？え、胸ですか？まあ、揉まれたというか揉ませたというか。いや、一個言っていいか、なんでさ、なんでこう女ってさ、人のおっぱい触るときにさ、上の方触ってくるん？いや、上の方触らんといてほしいの。なぜなら垂れてしまって上の方には何もないから、下に集まってるから、下から触ってほしい、下からっていうのをね、伝えたかったわけ。いや、そこおっぱい入ってないから、ちょっともうちょい下、もうちょい下みたいな感じそこ入ってないから、もうちょい下だから、ここに全部詰まってるからっていうことで、説明のために、触らせました。持ち上げてほしい、そう、持ち上げてほしいんですね。うん、そう、悲しいことになんとちょっと微妙にね、垂れていますと、このマリンの今画面で言うところのこのボタンの第一ボタンのあたりを触られるわけですね。いや、そこじゃないから、そこおっぱいの滑り台ゾーンだから、その下の砂場のとこね、滑り台のその先の砂場の部分をちゃんと触ってほしいわけ。そっちがふかふかなの、そこは何もないからっていうことです。どういう流れで揉ました？もう覚えてねえよ。どんだけ昔の話だと思ってんだよ。どんだけ昔とか言って、そんな昔じゃないか、1ヶ月くらい前か。何の流れでそうなったかも覚えてないんですけれども、私がなんかマリンちゃんに切れてはないんですけど、おい、マリン許さねえぞ、体で払えって言ったタイミングがあって、もう今待ったらいいわよっつって、すごい私の手をね、わしづかんで胸にガッて当ててきて、あ、セクハラ女って思いましたね。この女、自分の胸に手を押し付けてくる、イカれてる。私もなんで体で払えって言ったのか覚えてないけどやべえ、ノリノリで払ってくるこいつ。私ってなんて言うんですか、デコルテの延長の上胸を触るのが好きなんですけど、マリンちゃん的にはそこはあんまらしくて、なんか下乳を触ってほしいらしいですよ、皆さんっていうね、感じでしたね。でも私は上触る方が好きなんでね、